ハードでスピードがもう全然出なくて、もう自分が最もこう苦手とする、押しが非常に多くて、コースはねマウンテンバイクらしいといえばらしい感じはしますね。そうですね、4周目ぐらいでかなり体調が良くなって、コンディションが上がってきたんで、上りでペースを上げたんですけど、ちょうどそこ のメインゲレンデの上りで上ってでちょっとパーかけた時にギアが抜けてね、こけちゃったんですよ。で上りでこけてバーエンドがこう肋骨のところに入っちゃって、多分ちょっとひびが入ってると思うんですけど、ここはもうかなり痛み出した後はちょっともうイーブンペースで、上がらない感じですね。今コンディションを落としながらハードな練習今積み重ねる最中なんで、3位という成績は全然嬉しくはないんで、全日本選手権では優勝するために今努力してるんで、勝てる努力はちゃんと続けていきたいと思ってます。あらぬところでタイヤ取られちゃって出遅れちゃいまして、あとはもう一歩的に追い上げていく感じで、半ばぐらいにはその2,3,4,5 ぐらいのパックができて、でそこから最後5周6周目で抜けて2位になってみたいな感じで、でも辻浦君のね好きそうなコースコンディションでなかなかうまくバイク乗り越えなくてね、難しかったですね。2,2,2って来てるんですけど、勝てればそれに越したことないんだけど、これだけこう今貯めてで来てるんで、なんか全日本選手権は、出し惜しみすることなく勝てるように走りたいと思います。ウィーラーはチームブリヂストンアンカー辻浦圭一選手です。おめでとうございます。雨の中応援ありがとうございました。僕は今回 J シリーズが初戦になるんですけど、フランスのレースはもう全くダメで、だいぶ気持ちも落ち込んでて、それで今回を迎えることになったんですけど、やっぱりスタッフの皆さんにすごい助けられて、このレースをリラックスして迎えれたことが一番勝利につながったと思います。またコンディションもそれほど良くはなかったんですけど、このコースのコンディションが僕向きだったので、一番いい形で今日のレースを終えたと思います。やっぱりタイム的にはだいぶ空いたんですけど、2位の竹谷さんと、3位の武井恭介選手はすごい強い選手だなと後ろから、プレッシャーを感じて走りました。何今日は本当に応援ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。男子1位から3位の皆さんです。盛大な拍手をお願いいたします。第1位辻浦圭一選手、第2位竹谷健二選手、第3位武井恭介選手です。今一度盛大な拍手をお願いいたします。予告通りじゃなくて予想外でしたね。若い2人がいて、これに多分ついていかないといけないと思ったんですけど、最初のシングルを超えたところでみんなやっぱりミスしてて、それで僕が勝手に巻いてた形になったんですよ。行き過ぎたと思ったので、
もう前出ちゃったんで、これはもう行くしかないなと思って行ったら、だん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 徐々に開いてきて、まあ、ラスト2周の時にゲレンデのところでメガトラがあってちょっと詰まったんですけど、まあ、だいぶあの余裕っていうか心に余裕があったんで焦らず行けました。まだトレーニング日本に帰ってきてから2週間ぐらいしか経ってなくて、まあ思ったようにトレーニングできてるんですけど、まあ、コンディション的には それほど絶好調じゃなくて、まあ、今のベストは出せました。それに満足します。去年2位だったんで、やっぱ取るものって言ったらもう全日本選手権のジャージしかないので、まあ、それに向かって頑張るしかないです。